今回のパートですが、録画データと編集データのほとんどが破損状態となってしまっており、今回の公約内容のみをざっくりと説明のみでお送りいたします。たびたび、録画データが破損するようになってきておりまして、ちょっと PC の買い替えも検討していたりしますね。現在取り掛かっているチャプターのクエストはこんな感じですね。前回のラストはこのクエストをクリアして、スターライトアルターを強化したところで終了しました。ただ、このブロックを作成したとしても、そのまま利用できるというものではなく、マルチブロック施設なので、専用の建築を行う必要があります。その建築様式はこんな感じですね。ちょっと拡張されたイメージでいいでしょう。その次に取り掛かったクエストがこちら。こちらのクエストで作成するのはフローティングクリスタルの光を増幅するものと考えていいでしょう。当時は気がつかずにスルーしておりましたけどね、作成自体も簡単に行えましたので、詳細は割愛します。その次のクエストが、こちらのスターメタル入手。このスターメタルの作成方法は少々特殊でした。まず、作成方法の手順を説明いたしましょう。作成方法はフローティングクリスタルをリンキングツールを利用し、鉄鉱石ブロックとのリンクをつなげると一定時間経過するとスターメタル鉱石に変化します。このスターメタル鉱石を精錬するとスターメタルインゴットを入手できるという流れになりますね。ここまで進めて、アストラルソーサリーは一旦お休みとなりますね。そして、いよいよお待ちかねの工業化モッド着手。最初のクエストはガイドブックを作成という流れでしたね。その次のクエストが電源関係のスタートアップクエスト。こちらも作成だけなので、達成自体はすぐに完了できました。その電力関連を達成したら、次は電力の消費先を作成するか、電力を保存先を作成するかの分岐になりますね。こちらの場合は作成するだけなので、すぐに達成することが可能でした。安定して施設を運用したい場合は、こちらからこなしていくのがいいでしょうね。こちらの電力の消費先は、当該アイテムの作成のみで完了することが可能ですが、実際に運用するとなれば、マルチブロックの施設を組み立てる必要性があります。設計図はこんな感じで表示されます。必要となるブロックのテクスチャーを見つつ組み立てられます。こちらのクエストも派生先が分岐しておりますが、下のクエストからこなしていくことが必須レベルでしたね。というのも鉱石ブロックを粉砕機にかけた後にそれを洗浄する必要があり、その洗浄する施設がこちらになるためですね。作成自体はそこまで難しくないですし、手間もそこまで面倒くさいものじゃなかったです。といった内容がパート11に集約されておりました。そんな感じのことをやっていたと踏まえて次回以降も楽しんでいただければ、幸いでございます。ここまでご視聴していただきありがとうございました。クロイさん、もう行っちゃったかな？まったく。人の体がバラバラになったのに放置はひどいものよね。まあ、それは置いといてどうも、椎名です。私は元気です。録画データや編集データが紛失する事態というのを、クロイさんはよくやらかしちゃいますが、それに伴うモチベーションの低下が非常に著しい状態ですね。おかげさまで、予定していた動画制作の方にも多大な影響が及んでいるという状況ですが、なんとか完走まで頑張ってこなしていきたいと、本人は申しておりますので、引き続きよろしくお願いしますね。